ハローエブリワン、I'm T ブレッドマン、ソーキーと。おお、びっくりした。ちょっといきなりこのゲーム始めていくぞ。悪魔モーティス・インモータルっていうゲームね。The evil legend is reborn. 伝説の悪魔が蘇った。昔々あるところに、ちょ待て。じゃけど、早いよ。シバボーさん、帰ってきたぞって。何若干声ちっちゃいし。ちょっとわかんねえわ。来たぞ、なんか香ばしいぞ。聞いたかみんな。悪魔モーティス・インモータルスってね。何言っとん。このまあ なんかストーリー的にはね、昔々あるところになんか人間をいっぱいことを殺した悪魔みたい、悪魔っていうかまあ生き物がおって、でそれをねブレイブ勇気勇者がね倒したと。でその動物たちをね封印したんだけど、聖なるワッカタロットみたいなね、だそれがねなんか復活しようとしよるから、ちょっと倒してくれやみたいな、そういうストーリーですね。はい、このゲームね、ちょっと待ってよ。このゲームね、小生いくらマイナーなもんが好きな、まあ、マニアックな小生でもね、このゲームの存在は全く知らんかったですね。さあ、これ1個のマウスで2人プレイできるらしいんで、よし、これで早速やっていきましょうね。これ何やったっけ、イービルデッドだったっけ、あれと同じで、どうも撃たなかったらチャージできるらしい。でこれね、ちょっと待て、どこ狙ってるかわかんねえわ。もともとこの PC でやる用のゲームじゃないからさ、あれあるじゃん、十字のバッテンのスタンプみたいなのが、何やったっけ、十字のバッテンのあのスタンプ、印鑑みたいなあるやん、赤やろ、青やろ、あれがないですね、どこ狙ってるかわかんない。何やったっけ、クロスケアじゃないわ、なんかそういう、あるじゃん、あれが、クロス、ターゲットクロス。やったっけ、あれがわかんないわ。あ、ちょっと待てよ。やっぱアーケードゲームだけあって、ちょっとテンポが速いんで、状況がよくわかってないんだけど、フルオートではないのか。いちいちワンクリックしなきゃいけない。なんか武器手に入れたけど、グラフィック自体はまあ、2005年だからね、2005年って言ったらみんな、あれですよ、仮面ライダーでいうと響きの時代ですね。あ、今ちょうど響き配信してますけど、このように芝ボさんが出てくるのか、ボスかな。おお、なにちょっと待って、ウィークポイントって出た、で出た。ちょっと音楽がすげえ地味なんやけど、音楽がすごい。あ、ちょ狙えねえよ、画面外からって、卑怯だろ。どうやってやれんよ。ああ、なるほど。しかも、色合いが、わかんねえ。どこ狙ってるかもわからんし。どこから狙ってきたの、シバボさん。なんかお前声ちっちゃいんだって。あー、なんかまあゲームデザイン的には結構いい感じなんじゃない。怖いよ結構。2005年って言ったらプリキュアで言うとマックスハートですよ。でこれどこ、わかんねえよこれ。
何？あ、ステージが、これ？どこ？これ。おぉ、どこどこどこ？ロケ地ロケ地。ターゲットフォースサクリファイ。生贄の、生贄の、生贄、ちょっとこう集中しとるからね、俺喋れない。ああ。ちょ、待って待って待って。この顔の雲とかね、なんかちょっと彼岸島臭いよね。なになに、ジョーカー、なななな、あの、なに、あの、いきなり、あ、なんか狙えてる、あ、なんか狙えてる、あ、危ない、ちょっと待って、いきなりなんかあのビーストウォーズのゲームみたいな音がして、どこ、これ危ないよ、うかつに、うかつに撃てないよ、なんか当たってるけど、おうおうおお、なになになに、わかんねえ、わかんねえ、どこにやってもわかんねえ、リアルに。あ、これデモムービーでもあった、早くしゃがみなさい、あなた危ないから。ああ、よしよしよし、あ、なんかここあれだな、ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド1っぽいぞ、なんかこれ第一ステージ臭いぞこれ。おおお、危ない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 、このめっちゃ手抜きの、この何、このめっちゃ手抜きの謎のムーブを、あの 2P で貯めて危なくなったら 2P 側を撃つみたいな感じがいいね。もうこれザ・ハウス・オブ・ザ・デッド1やん、これどう見てもね。あー、当たんね当たんね、よし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 、あ、ここでボスか、何が、ちょ、早い早い、わかんねえ、ガーゴイルマン、ガーゴイルマン、ガーガーゴ、ね、ガーゴの、の、おぉ、びっくりした、読み寄る間に来やがって、ほんと、ガーゴの、ね、ガーゴの、ね、ガーゴの、ガ、あー、なになにこの炎、無理やろ、ゲロ、ゲロ吐き炎、あー、なんか撃てた、結局どんな名前、ガーゴン、ガーゴンの、ガーゴンの、わかんねえわ、ちょっと読めねえ読めねえ、ガーゴン、わからん、ちょっと今集中して、割とねテンポ早いからね、ガーゴの、ガー、わからんねえ頼むけ、おとなしくしといてくれ、で音楽流れてくれ、音楽、ザ・ハウス・オブ・ザ・デッドの音楽って言ったら2がね一番、あのびっくりしたのは何、2が一番やっぱり盛り上がるよね。テンテンテルティーテテンテンテルティーテテンテンテルティーテテンテ、あー食らったわ、テルティーテテン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 、よしよし、なんで死ぬの、かように、かよう、よしよしよし、このどいつもこいつも死ぬ時にこうチングリっぽいポーズするのちょっとおもろいけやめてもらって、よし、結局何なんこのガーゴなんとかって、こんな何、どこ今度は、どこ、エスケープフロムザシャドウ、闇からの逃亡みたいな、そんな感じだね。おお、なんだなんだ、割とグライク、あ、危ない危ない危ない、危ない、明らかに俺狙ってたけどな、こっち。パワーアップ。よし。え、なになに？え、なに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 ？なにこれは？あ、なんだ？ちょっと待って。言いたいことはわかるんやけど、これまさかさ、車で移動してるっていうシチュエーション？これ。で、こっちに向かって走ってきてるってことは、後部座席に向かって撃ってるってことだよね。痛い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 。言いたいことはまたまたビーストウォーズ、ちょどこにどこ打ってんのかわかんねえから、当たんねえ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 、ちょっと待って、あ、間違えた、ボタン、ちょ待って待って待って、ちょ待って、どこだったっけ、いいいいいい、あ、もう早っ、死ん、死ん、なになに、おう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 、お、なに、お、ゴーストライダー的な、死に、死に、なに、死、
おお、はい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 、これは一体汚ねえトンネルだな、これ。しかもトンネルの中にあの煙突やない柱あんのかよ。死人がこいつ何 なんて読むの、ちょっとわかんねえ読み方が。死人が多分これ死人がだろうね。で結局何、どこがウィークポイントだっけこれ。頭やっぱり。おお、定番の頭かな。ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド23定番の。おお、いや割とこうビジュアル変わるっていうのはいいぞこれ。よし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 。あ、でももう死にそうよこいつ。またチングってチングって、もういや、よしよしよし。え、でもボスが多いな。まだ10分ぐらいしかゲームしてないけども。ん、何、え、もう、待って、なんか 5体6体ぐらいいるんじゃないの。なんかオープニングの映像でもなんかで、なんか喋ってるな。ん、おお、クリスタルレイクかな。レイクオブルイン、ルネス、レイクオブルインス、クリスタルレイクや。おお、いや、この敵のデザインはね割といいですね。調整は好きだけどね。ああ、段階あるんだ、チャージにも。何やったっけ、3人プレイができる、なんかあったじゃん、1P と 3P。 おっ、貞子や。この時代まだブラウン管ですよ。 1P と 3P が、ハンドガンで 2P がショットガンの、ゲームあったやん。山口県でいうとね、ザ・モール州なんてとこにね永遠と置いてあったんだけど、今はもうないけどね、置いてあったんだけどあのゲームみたいな感じで、こうハンドガンはチャージができる。またジョーカーやこれ。はいはいはい、ビーストウォーズ、ビーストウォーズ。おお、いけた。ああ、無理やろこれ。あぶねえ、あぶねえ、これなんだこれは。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、マジでどこにエイムがあるかわかんねえから下手に撃てねえ。あ、いや無理だって。あ、だ、あのゲームは画面外にこう銃口を向けると、グレネードランチャーに変わるんですよ、このゲームみたいな感じで。一定時間経つとね。あ、そんな感じのゲームシステムだね。割と面白いけどね。おーおーおお、なんかどっかで見たことある。おお、乗っちゃった。何？早いんだって、読めないから。何？キュアマーメイド？お、ちょっと待って。ちょっと待って。わからん。何が何だか。わからん。おお、何？おおお、なんだその謎のフォームは。ドルジャファー？なんか聞いたことあるぞ、ドルジャファーって。おお、わかんねえよ、ドアップスって。ハゲじゃん。キュアマーメイドじゃなくてカッパードじゃん。あ、死んだ。キュアマーメイドじゃなくてカッパードじゃん。わかんねえ、ドアップすぎて。何？おお、わからん、マジで。ちょっと。どうしよう、ちょっと。ドアップすぎてわかんねえって。ちょっと。ドアップすぎて。わけない。おお、何、ワープ。え、あ、集団で出てきてんのこれ。集団戦か。おお。ちょっと待ってよ。こういうけてたパーパーって言うから。おお、何、邪念みたいなので攻撃してきてんのこれ。はい、また繰り返し。なんで 2P の方がスコア高いんだよ。はいはい、まあ、あと 2体3体。ああ、そういうね。電車です、電車。ああ、
あ、なんか日本っぽい。若干、あ、日本じゃなかったな。いや、びっくりした、びっくりした。アーバンマットネス。おー、なに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 。いや、でもなんか怪しい字が書いてあるぞ。あ、奥に、あ、え、あ、段ボールにもなんか書いてある。おー、最強鏡文字だし、悪って書いてある。おー、なんだなんだ。最強、なに最強なんて書いてある？鏡文字になってるんだよ。どういうこっちゃ。最強メガ、最強メガなんだろうね、多分。最強ガメじゃなくて、最強メガなんだろうね。おーおー、これじゃあ日本ってことですね、やっぱり予想通り。おい、日本です、日本、日本ですよ、これ知ってます？あ、なになになに、ライフ、あんまり無限あれで来るから、あんまり、あんまり意味ないかな。これ全員日本人ってことか。あ、まあまあ、そこら辺のに、あの、うろついとる日本人っぽいわ、こいつら、ほんと。よし。もう英語書いてあるんだよね、でも。あの、変な、変なあの翻訳家は、ここら辺の落書きを全部日本語にしちゃいがちなんだけど、英語書ける、俺かっけーみたいな感じで、変に英語書いてるみたいな再現は OK ですね。おぉ、おぉ、なになに、あ、地下鉄ね、これどこの線だろうね、これ。ああ、鉄オタの出番ですよ。なんだなんだこれは。あ、人だった。あ、消えた。セイント、なんて書いてあるフリー。わかんねえよ。おぉ。おぉ。まあ、ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド1の斧に比べたら全然。おぉ、え、何やった何やった、ちょ、見えねえ見えねえ見えねえ。これはちょっと早くどいてください。危ない危ない、ちょっと、ちょっと、よしよしよし。おー、いきなり上。おお、これお前鬼滅の刃、お前このゲームパクってたんじゃねえのか、お前手だし。ああ、てっきり空の境界パクってたのかと思ったけど、このゲームじゃねえ。おお、なんだなんだ、これ日本人だな、これは。お、割とかっこいい。はいはい、ミノ、ミノタ、ミノタウ、ミノタウ県、ミノタウ県ってどこの都道府県だろうか。ああ、おお、なんかよくよくわかんねえ、よくわかんねえ、ちょっと。お、なんだなんだ、え、あれ、あら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 、まさかまさか、ああ、そうでもなかった、ハメに入ったんかと。いていていて、なになになに、ずっとああ、言っとる、もう日本人っぽい、じゃあ日本人っぽい。なんなんこれ一体。おおおおお、食べ物なくなって骨になるところも。あばらが浮いて頬はこけて、目にクマができた、あなたもかわいいわ。だ、なんでだから 2P の方が。はいはい、どっち、ちょ、わかんないんですよ。ああ、お、なんすかなんすか、お、どこすかこれは。エビルストーム、かっこいいじゃん。おお。ちょっと待って、もうなんか毎回笑えるんだけど。まあ、でもゲームシステム的にはまあ面白いと思うけどね、こうチャージで撃てるという。あ、これはあの、ガンシューでチャージショットって実はあんまりないんだよね、いろいろやったけどさ。あ、でででほらほら、ワンクリック詐欺、あ、詐欺じゃねえ、あの、ワンクリックで、なんタップ、お、なになに、これで出るの。マジか、ちょっとこれは、これはすごいぞ、なんだこれは。おーおー、なんかいろいろすごいぞこれは。ちょっと当たんね当たんね、おーおー、これすごい、おーおーおー、これはすごい、本当にいろんな意味で。えー、どうなってんのどうなってんの、わかんないわかんない、あの、下に向かって降りてる、あ、相手も頭が下ってことが。ファントムヘリ、は？ファントムヘリ？いやいや、なんでいきなり？色がキショイし、これ。なんか、おー、なんか爆弾の軌道が謎。
ちょっと待って、どこ狙ってんのか分かんねえ、どこ狙ってんのか分かんねえのに動き回るな、マジで。ミディガンを撃つか、ちょっと。これどういう軌道なん一体、途中で消えるし、よしよしよし。あ、これロンドン、お、なんだなんだ、また読みにくい字が。なんだ、なんて書いてあんのこれ。おお、ちょっとわかんないって。何ニクシコン、あ、ニクシコン、ああ、わかんねえ、ちょっと、わかんねえわ、わかんねえわ、ちょっと読めねえ読めねえ、ああ、なんかマジシャンの劣化版みたいな、マジシャンの劣化版みたいな。おお、なんだなんだこれは。でもステージ的にはあれだな、あれだな、ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド2の第2ステージやな、これ。ステージ的には、橋やし。あ、当たんねえ。なんか、めっちゃ速い、マジで。チャージショットが。波動砲が。波動砲がな、速い。ほらほら、波動砲めっちゃ速い。よし、来い来い来い。よし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 。どこで、どこが光ってんの？おーおーおお。ミックスコット、ああ、読めんわ、やっぱり。よしよし、これでラスボスかな。これでラスボスだろう。よし、揃ったぞ。おー、プリキュア5の、あ、5じゃねえや、スマイルプリキュアのオープニングみたい。さあ。モーティス・イモ、え、来てて、モーティス・イモーか。なんで？わかっ。もうボスね。よし、かかってこい。よしよしよし。当たってないっぽい。ちょっとわかんねえわ。ウフォー、ウフォーって言うよ、食らったら。しかもこれモータルコンバットよりひどいグラフィックだな、これ。モータルコンバットのっぽいステージなんだけど、なんかスカスカやないの。あ、死んだ、え、嘘、死んだ、え、勝ち、あ、違った、なに、キモ、え、キモ、なにこれ、ヘルレイザー、おお、なになになに、ちょっと壁貫通してるから、なんだ、おお、はいはいはい、あ、そういうことね、はいはい、あ、これ割とバリエーションあっていいぞ、これ。全部のラスボス兼ねてるみたいなね。壁貫通しやがる、これ。おお、この弾の軌道がちょっとよくわかんねえわ。おお、ノーティスっていう名前なんだ、こいつ。ノーティストック、チュチュー、エンジンストーン、シートベルトをしっかり締めて、あ、違うわ、逆やった。よし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 、あ、なんかいまいちちょっとこう狙えない、どこ狙ってんのかわかんないからね、こっちが。あ、あ、これね、本当バッテン出てほしいよね、バッテンの。あのスタンプ、あの、なんちゅうんかいね、バッテンのスタンプの、バッテンのスタンプの印鑑の、あの、赤やら青やらの、あの、ちょっと後で調べるけど、なんていうかね、クロススケアだったっけ、クロススケアか、クロススケア、あれが欲しい。あー、ちょっと硬いというか、当たってない球が、ちょ、あ、当たった。またグリ返しや。モーティス、あ、イモータルは、おーおー、プリキュアなんか、え、終わったん、セブンデイホーリーシールドワンスコア、あー、もう一回封印しましたよと、モーティスは死にました、あー、最後まで読んでねえのに、あれあれ、これ終わっちゃったよ。あ、早い早い。
あーちょっとどこ狙ってんの、あー ABB になっちゃってる、なんかベイブレードみたい。あートリプル A になっちゃった、わかんねえよ。あーなんかめっちゃランク低い、どういうこと。あー上だったわ、歓迎早えよ、いろんな意味で終わりかよ。いやーまあこのゲームね、なんか発掘がね、なんか、あーこれで決めれるのか、ゲームセッティングチェック、ガンセッティング、あガンセッティングいけるんじゃない、どこでやんのこれ、あ違う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 、あしまった、どういう戻るのどいてやんのこれ、あ戻った、あー違う、これどいてやんの、あれサウンドスクリーンブッキーピング、ゲームセッティング、これ何があんの、あゲームディフ、あ、ちょっと待って。ミディアムしかないよ。決めれないのか。あ、サブタイトルとかもオンにしたいけどね。ダメじゃん、これ。なんで？あ、あ、お、日本語あるじゃん、日本語。フリップも、あハード、ベリーハード、ガンリコイル、おいすごいじゃん、しまった、ちょっと待って、これは分からん、スクリーンチェック、あ、いいいい、プリンセス、あ、フリープレイ、 OKOKOK、 いいよ、これ日本語あるんじゃんこれ、なんでだ、ブックキーピングって何、あーはいはいはい、おーおーちゃんと出るよ、あいい、ちょっとこれ日本語できるんじゃん、これ日本語版あるんじゃん、まさかこれロングタイムアゴちゃんと出んの、はいはいはい、すげえすげえすげえ、はい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 、もうちゃんと出る、ちゃんと出る、うん、はい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 、モルティスなんやね、モーティスじゃないんや、惜しい、これはすごいぞ、みんな、はい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 、リアニメーションって蘇生っていうの、はいはい、再び封印ね、しかし何時を暗黒の儀式によみがえる恐怖を知ってるか、静かに最後の息をつく、もうかっこいいかも、これちょっとかっこいいぞ、ダンジョン我慢もう我慢汁じゃん、じゃあこれ一瞬見えたぞ、なんかフ
一瞬見えたぞ、発射を我慢って。いやー、ちょっとこれ面白い。まあまあ、あ、始まっちゃった。あ、間違えた。聖なる石板を破壊された。2つの石板の理解は悪魔カード。ああ、はいはいはい、はい、あ、そういうことね。5枚の数全て汚され、聖なる石板反応し暗黒の者。ああ、プリキュアなんや、色が。暗黒の森。いやいや、いいいい、こういう発射を我慢してって発射を我慢して我慢っていやでもこれ面白いっすわ、面白い。オンラインでちょっと竹雄とやりたいね、これ。絶対竹雄喜ぶじゃん。あ、待って、竹雄にちょっと LINE メッセージ送っとくか。悪魔ボーイスインモーターですね。ちょっと待ってよ。悪魔ボーイスインモーター。よし、これでおそらくねんねんきえって言ってくるよ。たぶんこっち。なんて言うんだよ、かっこいいかも、日本語版。ちょ、当たんねそこね。ずっと笑って、てかね、英雄がね、すげえバラバラなんだけど。はい、まあというわけで、またちょっと暇な時やりますわ。ちょうど30分ぐらいなんで、録画ね。もうまたなんていうの、面白そうな、このゲームノーミスでやるわとかね、そういうことになったらちょっとやりますわ。じゃあ、クイーン・オブ・ザ・スタティック・アプリはニキ・ネバーマー、ショージ、ヴァンパイ・ユーリ、オールマイト・スタジオ、サラファット、マセメ・ベリー、そしてマイナスのね、応援よろしくですね。久しぶりに言ったよ、最近ガンバレジェンズ行ってないし。うん、というわけで、またみんなどっかで会おうぜ。じゃあね、チャオー。